西暦3000年を前に島は観光業の発達に伴い観光が経済の中心になりました。今日島の重要な収入源となっています。モーリア島の観光業のスタートは1903年です。ポリーヌ・テアルキが自分のコロニアルスタイルの家を改装し、レストランと4つの部屋を用意し、観光客を受け入れられるようにしました。すでにこの頃、人々はタヒチにはもう存在しない本物のポリネシアらしさを求めてモーリア島へやってきました。ポリーヌ・テアルキは観光客をプランテーションの見学、モツ島と呼ばれる無人島でのピクニック、日曜日の祝宴マータヒチなどのポリネシア人の日常に参加させることを思いつきました。義理の娘であるアンナはその頃のことを懐かしく思い出します。彼女は豚が手に入った時に暇をしました。豚なしでは暇をしませんでした。豚とウルとタロイモ、バナナ、ポエがありました。私はクリスタ・テイホツといい、こちらは妹のベロハンターです。私たちはジャンヌ・ウィンケルストローターの娘です。母はモーリアがとても好きだったので、いつも観光客にモーリアを訪れなきゃダメよと言っていました。クリスタとベラ、2人の娘たちの助けを借りて、最初の水上バンガローとなる6棟を含めた12棟を完成させます。それから40年後、このタイプの宿泊施設がポリネシアにあるすべてのデラックスホテルに取り入れられています。まもなくクリスタとベラはホテルにエンターテインメントが欠けていることに気づきます。禁止されていたにもかかわらず、彼女たちは7月のヘイバ祭の時期以外でも踊ることのできる場をタヒチアンダンサーたちに提供します。ウィンケルストローター姉妹はアクティビティをも発展させながら、英名ホテル、後のバリハイホテルをとても有名にした魅力を損ないませんでした。1960年、ラリス・カインドニスというまた別のポリネシアにおける観光業に重要な人物によって、モーリアにクラブメッドの第3番目の村が作られます。クラブメッドの方式はモーリアにて最終的な形態を取りました。モーリアはその原始的な美しさが人々を引きつけてやまない島です。首都パペーテのざわめきからも離れ、ここではポリネシアの生活の魅力を心ゆくまでゆっくりと味わうことができます。作家のヘンリー・アダムスは、タヒチはとてもメランコリーあふれる島ですが、モーリアはそれ以上だと言いました。すべてのタヒチ人にとってモーリアは特別な避暑地なのです。家族でまたは友人とラグーン沿いにあるファレに集まります。伝統的な趣味の良さと現代的な実用性を兼ね備えた典型的な家です。多くのポリネシア人がタヒチとモーリア間の水路をカヌーレースやトローリング、またはジェットスキーでのツアーの機会に自分の船で渡ってきます。到着するとモツ島のビーチに星空の下で夜を過ごすための隠れた場所を準備します。バーベキューの火がパチパチと音を立てると、ギターの音色が後に続き、取りたての新鮮な魚は炭の上で調理されます。まさにこれこそがポリネシア人の生き方です。南の海の島々はいつでも芸術家たちの心を捉えました。モーリア島の空に向かってそそり立つ山々の圧倒的な草原さが、画家や小説家、彫刻家の心を引きつけます。情熱的な雰囲気、温かいもてなしに加え、時間はタヒチ島よりもゆっくりと流れていきます。多くの芸術家の存在は自然の美しさの保存に力を入れているこの島のエスプリそのものを表しています。フランソワ・ラベロはつい最近亡くなりましたが、モーリアに消すことのできない足跡を残しました。彼の作品は最も美しく最もシンプルなポリネシア人の日常のイラストの一つです。この楽園の片隅に住み着く芸術家たちはどんどん増加しています。アド・ヴァンデルハイドという世界的に有名な画家もその一人です。ライフマガジンは彼をポール・ゴーギャンと比較しました。映画のシナリオの執筆や木製彫刻の収集など、アドの才能は多数あります。
モーレアはいつでも平和を感じることができる場所です。この島は非常に美しいです。その他のギャラリーも訪ねてみる価値がありますので、ぜひどうぞ。ここからラグーン沿いの道を外れて島の内部に入ります。ここは12年前からここに住んでいる評判の画家ゴッツのアトリエがあるとても静かな場所です。こんにちは。こんにちは。ゴッツ、現在は何を制作中ですか？絵を描いているのですか？はい、私はいつも何点かの絵の制作を同時に進めます。ある一つだけの絵に夢中になることを避けるためです。これはマオイのタトゥーですか？はい、ポリネシアの文化は私の創作意欲を強く刺激しました。特にタトゥーです。タトゥーは立体感があります。私は触ってもいい絵を描きます。ほとんどの人は絵を触るのをためらいますが、私はよくどうぞと勧めます。絵を痛めませんか？いえ、全く。私は立体感のある絵や素材が好きですし、タトゥーをテーマにして定期的に絵を描いています。とても奥深いですね。それはポリネシア文化の非常に大きな部分だからですか？はい、特性とも言えます。またタトゥーが象徴する意味はとても強いです。血で何かをするということ、肌に何かを刻みつけるということ、タトゥーには不思議で秘伝伝授的な部分があり、それが私を捉えて離さないのです。このアトリエはあなたが作ったのですか？はい、自分で設計して建てました。この静かな自然に囲まれた環境で、たくさんの光の中で仕事ができることはとても恵まれています。モーレアの光はとても美しいのです。この10年間どれほどここで生活できることが恵まれているか、どれほどこの島が美しいかを思って感謝しない日は一日もありません。ここは本当に自然に囲まれた素晴らしい場所で、たくさんの色があり、人々がまだ微笑み合う余裕があります。クック湾の入り口にマハレパノフ島があります。この小さな港は今日クルーズ客船にとってなくてはならない地点です。1週間に一度客船はクック湾に停泊します。この埠頭でスキューバダイビングにおいて偉大な人物フィリップ・モールに会えます。ダイバーには世界中に名の知れ渡る人物です。こんにちは、フィリップ・モールです。モーレアに17年住んでいます。この素晴らしいクック湾に今も健在のダイビングセンターを立ち上げるためにやってきました。たくさんの観光客がダイビング目的でポリネシアにやってくることが今になりよくわかりました。そういった観光客は私たちとダイビングできることをとても喜んでいます。なぜならここは多数のサメをとても近くで見ることができる世界でも稀なスポットだからです。私が現在シャークフィーディングと呼ばれるダイビングを始めました。手でサメたちに餌をやるのです。またサメだけではなく、ダイバーの周りにはたくさんの魚の群れが集まり、ビデオやカメラを手にした人たちは大喜びです。サメの種類ですが、ブラックチップシャークとレモンシャークは私たちがシャークフィーディングで潜るどのポイントでも見られます。タヒチ語でライラというグレイシャークは2箇所のポイントで見られます。運が良ければタイガーシャーク、ハンマーヘッドシャークも見ることができます。17年間私は毎朝潜っていますが、今までどんな小さな事故も起きていません。もし私が話した内容が信じられないようでしたら、一度一緒に潜ってみてください。ダイビングの経験が全くない人もぜひどうぞ。ほとんど全員無事に船に戻ってきてます。昔、美しいタイナに心を奪われた一人の若い男がいました。この美しい女性は男性に全く興味がなく、彼女の唯一の情熱は亀と遊ぶことに向けられていました。希望を失ったニコラは美しいタイナの気を引くことができると信じ、一匹の亀にその心を渡すことを決心しました。Itanotikai